ここ最近の日向坂情報をまとめました。シカタンタオルが再販決定。ネットですごく値段が上がってたので、これは本当助かりますね。今回は4期生もあります。ただおたけはペンライトカラーが修正され新しいバージョンになってるので、旧バージョンは逆に価値が上がりそうです。次回のひなあいの企画がヒット祈願で、内容が 46km 徒歩チャレンジ、すごくきつそうと話題になってました。ガラス窓が汚れてるの MV が公開され、ひらがなけやきってぽいと好評でしたね。 MV に出てくるバスがときめきそうと同じバスなんじゃないかと話題になってました。次はマリーのショールームから、岸くんと同じ中高で同じ部活だった話を、もともとひなあいの4期生紹介の時に話す予定だったけど、まだ岸くんが高校卒業してなくて、もしかしたらなんかあるかもしれないからやめておき、今回の放送で話したそうです。そしてひなたに加入する前から岸くんはマリーが好きだったそうです。幕が上がる、メンバーがたくさん来てくれて、来るたびに差し入れをくれるおかげで、差し入れスペースに日に日に日向坂46さんからが増えてったそうです。笑い。小魚が日向坂チャンネルの企画で言った、サープラ横浜遊びタウンさん、小魚が遊んだ台にこのように分かりやすく目印をつけたそうです。聖地感ありますね。そしてひなのの写真集が9月21日に発売決定。どんな目で見ればいいのかわからないって反応がめちゃくちゃ多かったです。笑い。以上になります。ご視聴ありがとうございました。